香取慎吾サプライズ新番組が話題。慎吾ママ、徳川義信の,の2ショットに大反響タレント、香取慎吾が13日、自身の公式インスタグラムを更新。この日スタートした番組、悪い子集まれ NHKE テレで披露した、ブサゴートの2ショットを投稿して反響を呼んでいる。悪い子集まれは、カオトトグサ、稲垣ゴ郎の3人による新番組で、 この日の朝8時25分からオンエア、異彩の事前告知がなくサプライズで放送が始まったことから、ツイッターでもトレンド入りするなど話題を呼んだ。番組の中では、カトリがかつてバラエティ番組で人気を博したキャラクター、シンゴママの姿で、NHK 大火ドラマ、晴天をつけでグサが噴する徳川義信をゲストに迎えて対談、将軍になりきるグサとシンゴママが、 一向に噛み合わないシュールなトークを繰り広げたカトリは番組終了後にシンゴママとヨシノブの2ショットを投稿シンゴママの部屋ゲストは徳川ヨシノブさんです悪い子集まれ再放送は今夜19時25分からと告知しているこの投稿にファンからも朝からびっくりしましたカオスな世界観で面白かったシンゴママに会えて嬉しいです 慎吾ママと徳川慶しさんの夢の共演と歓喜の声が届いた。また、サプライズでの放送で見られなかったファンも多いようで、再放送チェックします。突然過ぎて見られなかったよ。夜は必ず見るね。再放送があってよかったといったコメントも寄せられている。